昔の話。幼稚園児だった頃、ご近所に巡回式のお化け屋敷が来たんだ。家族で行ったんだけど、中で家族とはぐれてしまって、状況的に怖くて隅っこで泣いていたんだ。そしたら、幽霊の扮装したお兄さんがやってきて、どうしたの？迷子？大丈夫。ここのお化けは怖くないよ。と、親が探しに来るまで数分間、あやしてくれたんだ。後で私が、迷子中に幽霊の中の人に遊んでもらった、と報告すると、親は、ん？と、ハテナを浮かべている表情。私がいたあたりには、確かに古井戸から出てくる幽霊はいたけど、びっくり箱みたいな仕掛けの人形だったそうだ。そういえば、センサー感知で飛び出してくるはずなのに、私がいても、私を見つけた両親が近づいても、飛び出してこなかったよね。後日、念のため、菓子折り持って、両親が工業主に挨拶に行ったけど、やっぱり人手不足だから、幽霊役のバイトはいなかったそうだ。なんかメイクは怖かったけど、体操のお兄さんみたいな感じの、とてもナイスガイだった。あれは、人形だったのかな？